岸駅。岸駅は、和歌山県木の川市岸川町高度にある、和歌山電鉄岸川線の駅。駅番号は14。当駅の売店の飼い猫、玉マが、同社より正式に駅長に任命されたことで話題を呼んだ。南海電気鉄道時代は、有人駅で、駅の隣側に倉庫が建てられていた。 岸川線の和歌山電鉄への移管に伴い2006年4月1日から無人駅とされた。この際に駅と倉庫の間に置かれていた猫小屋が土地が木の川市の公有地となったため撤去を求められ、猫たちを駅の中に住まわせてもらえないか、と玉たちの飼い主から相談を受けた和歌山鉄社長の小島光信が玉を駅長に就任させるというアイデアを打ち出した。 玉の駅長就任以後、改札口では、平日昼間には玉駅長が改札台の上に乗って乗降客を出迎えていることがあった。2008年1月5日に玉が客間駅の功績からスーパー駅長に任命されたのに、同年4月20日に出札窓口の後を利用して、未登開寺デザインの猫用駅長室が設置された。 待合室の壁には南海時代に走っていた南海線2 0 1系電車を地元の幼稚園児が描いた絵画や地元の小学生が社会科見学として岸駅や小山商店を訪れたことへの感謝文を各児童が貼り付けたもの飾られていた。岸川線の終着駅。短式ホーム一面一線と一線の補線用、留置線を持つ地上駅である。 線路は駅を過ぎても続いており、踏切を越えた先に2両分の引き上線がある、保線用留置線も同じ位置まで伸びてい、下の改修後のホームが増産省、夜間大白設定駅である。駅舎は長らく開業以来の木造駅舎であったが、老朽化のため観光拠点としてふさわしいように2010年に建て替えられた、二2 7 0系、いちご電車、おもちゃ電車、 多摩電車のリニューアルデザインをかけた、三戸岡英寺によるエコで、猫ロジーをテーマとした猫の顔をモチーフとしたデザインで、南海立村建設による和歌山県産の木材を多く用いた木造の駅舎に、伝統工法を用いた日和田吹きの屋根となっており、駅舎には多摩ミュージアム、岸駅という名前が付けられている。内部には、正面より見て、 左側に玉駅長の飼い主が経営する売店、小山商店と玉駅長の駅長室、もに日曜日休業が、右手側には地元特産の果物のジュースやジェラートを販売する玉フェ、毎月第3水曜日休業が設けられている。右手側外には、別棟で男女別及び車椅子対応のトイレ、及びホームへの車椅子用のスロープが設置されている。ホームには、 一語神社、おもちゃ神社、猫神社の三つの小さな祠が建立され、それぞれに電車と、果物はじめ農作物、電車と、おもちゃや遊具、電車と、猫や動物全般を祀っている。なおこのうち、猫神社については、玉へ貴重の死に伴い、新総裁を経て、その、御霊を鎮座させ、玉神社へと改装した。南海電気鉄道からの遺憾以前、 以後を通じてすると関西対応のカードは使用できない。かつて販売していた3.33フリーキップは利用可能であった。朝夕、混雑時のみ有人衆札を実施し、小山商店では回数券と1日乗車券のみ販売している。2017年、平成29年度の1日平均乗降人員は1397人である。和歌山電鉄の駅では利用者が、 和歌山駅に次いで二番目に多い。駅前には、タクシー乗り場バス停、路線バスの交差所がある。駐車場はないのに加えて、岸川線の利用を促進させるため、和歌山電鉄では、乗用車で多摩駅長に会いに訪れる際には、伊田基礎駅間は、和歌山駅周辺の駐車場に停めて、岸川線を利用して、訪れるよう案内している。旧岸川町は、イチゴの産地であり、 和歌山電鉄のシンボル車両である2 2 7 0系、いちご電車はこれにちなんだものである。早春にはいちご狩りに訪れる観光客も多く、木の川市岸川庁舎、旧岸川町役場横の特売場では、いちごも販売されている。なお、当駅到着前と当駅発車直後の、車内放送ではいちごにちなみビートルズの楽曲、ストロベリーフィールズフォーエバーをアレンジしたチャイムが流れる。 駅近くの店舗でレンタサイクル、いちご自転車の貸し出しが行われている、よう予約。当駅出入口から南へ100メートルほどのところに、工房レトロ、岸川ギャラリーというオリジナルの猫グッズ、原画ショップがある。玉駅町や和歌山電鉄とは直接の関係はないが、店内は個性的な猫絵グッズで溢れており、当駅周辺で、 猫グッズを取り扱っているのは、小山商店以外ではこの店のみである。駅から徒歩数分の場所には、路線名の由来ともなった岸川が流れている。そこに架かる脆い橋付近の国主郷一帯は、大池岸川県立自然公園にも指定されていて、休日にはバーベキューを楽しむ家族連れで一体の公園がにぎわう。ここでは、 ホタルの養殖が行われており、夏季には屋形船も営業される。お盆には毎年花火大会が開催され、夏の風物詩となっている。少し上流の海南市との市境にホタル養殖場があり、毎年6月上旬に公開され見学することができる。この期間限定で、岸川線の車両には地元の和歌山県立岸川高等学校の生徒が、 制作したヘッドマークが戦闘車の前面に装着される。駅から北へ4キロメートルほど行くと、JR 和歌山線の船戸駅に至る。また、以下のバスは駅前には乗り入れておらず、東側約100メートルに位置する和歌山県道10号、岩出の上線上に停留所がある。かつては、和歌山バスが当駅近くの、岸駅筋バス停から旧の上町、 元気美濃町の道北方面への路線を有していたが、1993年頃に廃止されている末期の便数は1日わずか1本ほどであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。